ラジオをお聞きの皆様こんにちは本日は特別な番組 <laughs> 第1回ファンクラブバトル1位記年ベリアルのゆるゆる一人語りのお時間です進行は私ベリアルで お送りさせていただきます <laughs> よろしくお願いいたしますねうあの実はとても緊張しておりまして少しだけ深呼吸をさせてくださいませはぁ…はぁ… はあ、はいお待たせいたしました <laughs> ラジオの収録は以前もさせていただいたのですが <laughs> 心臓がドキドキしておりますあそれでは改めまして ラジオをお聞きの皆様先月開催されましたファンクラブバトルにつきましてはお疲れ様でしたあそれから参加してくださってありがとうございますあ,あの人気投票イベントは創造主様が主催されたらしいのですが。 皆様お楽しみいただけましたか私たちは毎日ワクワクドキドキしながらざっくんを「えい」と吹っ飛ばしていましたそして皆様ももうご存知じである投票結果ですがなんと えある一位は私、ベリアルがいただくこととなりましたえご投票くださった皆様、本当に本当にありがとうございますまさか私がこんなにもたくさんの票をいただけるなんて夢の中にいるような 心地です実はイベントの事前加入期間から多くの方に応援していただけて私がこの栄誉を手にできたのは本戦が始まってからも安定して1位が取れるように支えてくださった皆様のおかげです。 <laughs> こんなに大勢の方に温かく迎え入れていただけるなんて山の中でオルとロシと一緒に身を寄せ合って生きていた頃の自分に教えてもきっと信じてもらえないでしょうね本当にルシさんやプブさん 皆様に出会えてよかったですあ、今、スタッフの方から何か資料をいただきましたあ何でしょうかあこれは。 ファンクラブバトルの開催中に皆様から頂い,いていたお言葉ですご,ご紹介してもよろしいでしょうかあは,はいでは読み上げさせていただきますねまずは不器用者さんから頂い,いたコメントです お疲れ様でしたリアタン、おめったあ、<laughs> ありがとうございます不器用者様もお疲れ様でしたあ、あとリアタン、とんなんて可愛く呼んでくださってありがとうございます <laughs> お次は9月さんからのコメント。世に雑草のあらんことを。はい。あ、もしや9月様も雑草の凄さを知っていらっしゃるのでしょうか？雑草仲間がいて嬉しいです。一緒に雑草の凄さを。 広めていきましょうね最後にリークさんからのコメントお疲れ様でした雑草の力ってすげえ <laughs> 皆みなさまに雑草のすごさをお届けできたようで嬉しいですあリーク様もこれを機に 雑草を使ったお料理やお薬を作ることを始めてみませんか、うん、雑草といっても苦いものばかりではなく甘いものもあるのですようんたとえばあれは秋ごろだったでしょうか山でキャンプをしながら サマエルさんの禁酒のお手伝いをしていたときのことです見張り役のフォルカスさんにスイーツをご馳走する約束をしていてえ山の中でスイーツを作るのは難しいですか <laughs> 実は事前に 小さなカップケーキの形のタルト生地とカスタードを用意して山に持ち込んでいましたなのであとは果物を探すだけだったのですようん <laughs> あの時タルトに乗せたものはぶどうにかきなもありましたね <laughs> そして 山うしです皆様山まやはご存知ですか。薄桃色で小さくてトゲトゲとした実です見た目は少し怖いかもしれませんがマンゴーのような甘みがあるんですよ秋になると山まぼを探すことが私の楽しみでした <laughs> あえっと話がそれてしまいましたね <laughs> 皆様が雑草に興味を持ってくださったことが嬉しくてついえー、っとご本コメントについてですね <laughs> 皆様から頂いただいた,たくさんの温かなコメント嬉しく思います今、読み上げました他にもたくさんのコメントを頂い,いておりますありがとうございましたほっ 今ファンクラブバトル終了後の皆様の反応はどうでしたかというご質問をいただいたのですが <laughs> 皆様にお祝いしていただけたように人気投票に参加していた皆様にも「良かったね」と。 声をかけてもらえもました。へえ、もう投票結果が出たときはお祭り騒ぎでしたよルシさんとブブさんが「おめでとう」と強く抱きしめてくれましたそれからバフォメットさんとバッサゴさんにもお祝いの言葉をもらいました お二人ともとっても甘いミルクとお花のいい匂いがしていてなんだかほわほわと心地よかったですパッサゴさんとガープさんは最後まで接戦でしていい勝負をされていました普段はのんびりとされているガープさんも。 ファンクラブバトルの最中はいつもよりやる気に溢れているように見えましたよおしゃべりをした後に教会に帰るとルシさんやブブさんたちがお祝いの準備をしていてくれたんです <laughs> 机いっぱいの山菜料理でした フキノトウの天ぷらナズナとセリのおかゆゆり根の茶碗蒸し小ボウの唐揚げ <laughs> 白菜と豚肉のお鍋はとっても美味しかったです。あ,あとはブブさんがほうれん草とカブのキッシュを焼いてくださいました。 クコの実を散らした杏仁豆腐はついつい食べ過ぎてしまったほど美味しかったです私、てっきり市場で食材を仕入れたのだと思っていたのですがお二人とも山でとったりアスタロトさんの畑でいただいてきたそうなんです 二人とも山に慣れていないのに吹きノトやナズナをよく見つけられましたねと聞いたらパルバトスさんにガイドをご依頼されたそうで。<laughs> 本当に素敵で高価なお料理をごちそうになりました。お返しに。 雑草を使ったデザートを用意しようとしたのですが全員に止められてしまいましてうん確かにあの雑草には苦みがありますからデザート向きではなかったかもしれませんね秋であれば山帽子のデザートをご馳走できたのですが 無念です。ああ、もうこの時間ですねなんだかファンクラブバトルとは関係のない雑草のことを語ってしまったような気もしますご本それでは皆様最後に改めてご挨拶をさせていただきます ファンクラブバトルにご参加いただき誠にありがとうございました皆様のおかげで活気あふれる一大イベントにすることができたと思います2回目が開催された際には今一度皆様のお力をお貸しください そのためにも、ご期待に応えられるように頑張ってまいります。ですのでどうかこれからも私たちを温かく見守っていてくださいませ。それでは皆様私の話をお聞きくださり。 ありがとうございました本日のファンクラブバトルありがとうのコーナーは私ベリアルでした。<laughs>